どうもドライトです。今回の統合版マインクラフトバージョン 1.21 からあるバグ報告は、スイッチでチャットが見えなくなるバグについて紹介いたします。こちらはダイミン1923、ポポピペさん、クッキーさん、ヒロチュールさん、ポタトさん、ラルさん、アンヌさんからたくさんの報告がありました。本当にありがとうございます。まずこちらのバグが起こる条件として、スイッチで任天堂のオンラインにはログインしているけど、マイクロソフトアカウントにはサインインしていない人が条件となります。そしてコメントに書いてある内容から推察すると、スイッチでマイクロソフトアカウントにサインインをしていて、ワールドを開いてサインインしていないスイッチフレンドがそのワールドに入り、サインインしているワールド主のマイクロソフトアカウントのフレンドがワールドに入ります。そしてワールド主のマイクロフレンドがチャットで会話をしているときに、サインインしていないスイッチフレンドはそのチャットが表示されていないというバグです。これが今回のバグの内容かと思います。さらにスイッチフレンドがチャットで送信しても左上に何も表示されないみたいで、このようにマイクロソフトアカウントにサインインしていない人はチャットが使えなくなるみたいです。これはバージョン 1.21 から起こっているようです。ここからは自分の考察にはなるんですが、一つはお子様を守るためにできた仕様の可能性です。スイッチを使っている人の多くは小学生かと思います。プレイヤーの中には暴言や誹謗中傷をする人がいる可能性があり、そういう人たちから守るためにチャットを使えなくしたのではないでしょうか。仕様として考えるならそれが妥当かと思います。もう一つは完全なバグです。コメントの一つにチャットが遅れて見えて、送信したチャットは後で一気に表示される報告があるので、単純にバグの可能性もありますね。こちらはバグなのか仕様なのか正直わかりません。そしてこちらのバグの対処法として、マイクロソフトアカウントにサインインすること、ただそれだけです。これが一番の方法だと思います。任天堂アカウントだけしかログインしていない人はマイクロソフトアカウントを作ってサインインしましょう。そうすることでチャットが表示されるようになります。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.21 からあるバグ、スイッチでチャットが見えなくなるバグについて紹介いたしました。よかったら参考にしてください。マイクロソフトアカウントにサインインしていないとチャットが見えないバグが発生したようです。かなり報告があったので、みんな困っていたバグだったようです。ただこれがバグなのか仕様なのかわかりません。皆さんはどっちだと思いますか？コメント欄で教えてください。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。